皆さんこんにちは。ちょっといつもとテンション違うね。上野ありさです。こんにちは。なんかちょっと待って、今もう本当に頭が回ってなくて、どうやってオープニング撮ってたか忘れちゃったんだけど、はい、今日はですね、今は10時40分、夜の10時40分で、今日はちょっと長い忙しい一日だったんだけど、今ナイキのスニーカーズアプリでの、ライブ配信を終えて、ちょっと今魂が抜けてるところなんですけど、そう、ナイキのスニーカーズライブは今回で私4回目でやってて、今回は MC っていう回す役2回目だったのかな。けど MC なんてさ、普段したことないやん。だからすっごいさ、なんかめっちゃ緊張するしさ、なんか途中から自分がダメダメすぎて やみ始めちゃってまして、やみながら進行してたっていうか、まあでもすっごいいいライブだったの。ライブ自体はあのブアイソーさんっていう方々の、あの藍染めのナイキの全部手で染めてる靴の紹介でグレートさんと一緒にやったんだけど、そう、まあそんな話は、まあ、さておき、そんなお仕事が最後に今日はあって、10時過ぎぐらいに終わったのかな。10時過ぎぐらいに終わって、今10時40分ぐらいで、これから寝るので、寝る支度というか、まあ、Get Unready With Me をやっていきたいと思います。まあどちらかというと夜のスキンケア、まあ、メイク落とすところから見せていけたらいいなと思いますので、撮っていきたいんだけど、まず洗面所に行くのがめっちゃだるいじゃんって、なので一回カメラを止めますはい、じゃあやっと来たので、本当にね、今日はね疲れてるんだ。だからビデオを撮るテンションじゃないんだけど、逆にこれが私のリアルゲットアンレディウィズミーだなと思って、カメラを回します。手を洗うよ。でメイク落としからやっていくんだけど、最近はちゃんとアイメイクアップリムーバーを使ってます。これはサンローランのアイメイクアップリムーバーなんだけど、結構これ古くて全然使ってなかったから、濃いマットリップとか落とす時にしか使ってなかったから、全然古いんだけど、あんまり肌に良くないかもしれないぐらい古いんだけど、使っちゃってます。もうあとちょっとしかないからね。でそのあんま摩擦をしないように、こう触れ押してというか、優しく押さえてこう落とす感じにします。でざっくりアイメイクを落としたら、こちらヒロインメイクのマスカラリムーバー、これ最強マジで。これないとマスカラが落ちないんだよね。はあ、マジで今日はぐっすり寝れそうだよ。でこれをでマスカラを浮かしてる間に、こちら RMK のクレンジングバームリッチを使っています。スパチュラは使わずに爪で、でメイク落とすときは優しくマッサージを、あのスパでエステでメイク落とされるときってめっちゃ優しいじゃん。そのイメージを、このイメージで落とす。でお肌が落ちたかな、浮いてきたかなって思ったらアイメイク再度、結局摩擦なんだけど、ゴシゴシさっき摩擦するよりはマシと思っている。ほら全然落ちてないんよ、ないのよ。マジでさ、マスカラってみんなどうやって落としてんの。ほんとやっても落ちない。はい、流します。はい、ほらね、落ちてないでしょ。そしたらファブズの洗顔を使っていくんだけど、本当はこれ泡立てネットを使った方がいいんだけど、もうちょっと今日は気力がないので手で洗っちゃいます。洗うプラスアイメイクを落とすイメージでティッシュで拭きます。ファブズの好きなところ、洗顔の好きなところは、洗い上がりがすっごいお肌がつるっともちっとすんの。それがね、すごい、おー、なんかもう流す時から、なんかつるってないみたいな感じで、すごく好きなの、それが。はい、で、あの前、この間インスタに載せたんだけど、YouTube、Vogue の YouTube でセレブが使ってて、すごい気になって買ったね、ソニア・ダカールの
フラッシュフェイシャルってやつがあって、これ本当にすごいので、朝やっちゃったんだけど、ちょっとみんなに見せたいから夜だけどもう一回今日もやっちゃう。毎日使えるものだからそんなに肌に負担はないので、これ本当にすごいの。ちょっと一回やってみるね。だいたい2から3プッシュぐらいかな。この間アナノがお家に来てて、その時使ったらもう叫んでて、何これみたいな。本当にねすごいんだよ。ちょっとアルコールの匂いがめっちゃすごくて、最初お肌につけた時はちょっとヒリッと痛かったりするんだけど、で目までアルコールって感じなんだけど、もうそんなの洗い上がったらそんなの忘れるぐらい。こうやって見えます？こうやって切ってね、こうやって、もうこれは多分この何ジェルの成分がこういう風になるんだろうけど、これをやった後のお肌のツルツルがマジで通販番組ぐらいすごい。ちょっと、マジですごい。疲れてるのにテンション上がっちゃうぐらいすごくて、私はだいたい週に3回ぐらいかな。で、私の場合さ、これ出てるのが、ごめんね汚いけど、出てるのが白っぽい、肌色っぽいんだけど、アナノ初めてやったから結構黒っぽか、グレーっぽかったの。だからそんだけ汚れが取れたってことだから、トーンアップもすごかったし、これね、これをやって、本当はタオルで拭くみたいな、乾いたタオルで拭くってインストラクションには書いてあるんだけど、私は水で流した方が好きなので水で流します。おお、これはマジで全員に体験してほしい。私のやつ貸してあげたいぐらい。もうあーやばいいや本当すごいんだよ、本当に。もうね、ずっとお肌を触っちゃう感じ、本当にすごいの。え、本当にすごいんだよね。でもパーンって顔白くなるし、なんかなんか肌めっちゃ綺麗になったんだけどみたいな感じになるのね。このここの電気がちょっとあれ、なんかでもこれ動かしたらまた大変なんだよね。ちょっと待ってやってみるね。わかる、肌がさ、もうめっちゃトゥルンってなるの。すごい、カメラが低くなっちゃってもう直せないのでこのままいきます。そう、これすっごくおすすめです。あのソニアダカールのオフィシャルサイト、英語サイトしかないんだけどから、日本配送もしてるので、これ1本しか買わなかったら送料は36ドルとかだったかな。なのでこれが95ドルだから、1万4000円ぐらいしちゃうんだけど、全あのこれ1本買うのに日本からだと。けどマジで価値があると思う。私は私そう、それでアナノにやらせて、ちょっと乾いちゃうから化粧スキンケアしながらで、夜のスキンケアはお肌がちょっと弱ってるなって時はこっち、アイムフロムのマグワートエッセンスを使ってて、今日お肌全然攻めれるって時は YSL のピュアショットを使っています。今日はだいぶ調子いいのでピュアショット使います。これは結構もっちりもってり系で、そのアナノに使ったやつをみんなに DN のみんな見せたら欲しいみたいなみんな言って、でみんななんか英語わかんないから、アリサまとめて買ってみたいな感じで、で結局レイちゃん、アサミちゃん、マリー、アナノ、イーちゃん、キョウちゃん、私、そうで、アメリカの友達バビとかを別で自分で買ってて、もうほんとそんなぐらい周りがめっちゃみんな気になって買ってて、でも私がもしダメだったら私買い取るよっていうぐらいで、いうぐらいのあれでみんな買ってて、ちょうど今日オーダーしたから追加分いつ届くかなーって感じで。はい、そしたら続いてアイセラム、これゲランのアイセラムを使ってます。夜はセラムもどんなに疲れてても、まあ嘘、疲れてたらどっちかしかしないけど、あのなるべくアイセラムとクリーム両方やるようにしています。ゲランのアイセラムはこれが気持ちいいから、朝とか特にねすごく好きです。美容液はその日のコンディションとか気分に合わせて変えるんだけど、結構よく使うの、ニキビとかがたまに吹き出物かができちゃったりするときはファミュのバランスモーメンツを使ってます。それかな、あと今日はハリッチを使います。これはほんとね、あのこれはほんとねめっちゃなんか私合ってるんだよね。すごい保湿もしてくれるし、キュッてなるし、めんどくさい時はこれ1本でいいから。そう、でもちょっとやっぱ顎に今ニキビがちょっとできそうな感じだから、ニキビケアすればよかった。溶液をやったら、これハービボアのカッサなんだけど、朝は結構こういう風にあのここのマッサージ
ここか、ここのマッサージとかしたり、あとこう使ってこうやって顔のむくみをこうやって取ったりとかやるんだけど、まあ、夜一応ちょっと出てきあったから紹介したんだけど、これはちょっとたまにやってる。気持ちいいからね。でこれってさ、この何ローラーって言うんだっけ、これって何の意味があるの、誰か教えて。これってさ何の意味があるの、すごい。あとなんか月に当てなきゃ、満月に当てなきゃいけないんだっけ、クリスタル。これなんか全く分からず気持ちいいから使ってんだけどさ、これって何の意味があるんだろう。誰か知ってたらコメントで教えてね。なんかこれをあとやってる自分っていう、なんか気持ちいいし、これをやるとなんか浸透しそうじゃん。これをやってる私っていう部分で結構やってるな、これ。アイクリームの前にまつげ美容液です。モナリ、これはいつも言ってるエステのゆずはちゃんのとこで買ってます。多分これさ、インスタ載せたら相当反響あったっぽくって、すごいゆずはちゃんがテンパってた。これさ、買った人さどうだったか教えてね。めっちゃ良くない？私はすっごく腰が出たっていうか濃くなった気がする。アイクリームもゲラン、アベーユロイヤルです。アベルロイヤルよい、アベーユロイヤルのシリーズは私すごく好きで、あのオイル状のオイルウォータリー美容液みたいな、あれもすっごく好きなんだけど、アベル一緒言えないじゃん、はあ、アベーユロイヤルはすごく好きなのずっと同じこと言ってる。だからアイクリームはすごく好きよ。アイクリームはさ、結構私いろんなのをね、試しにいろんなブランドで買ってて、ストックがあるんだけど、やっぱ開けちゃうとさ、アイクリームってなかなかなくならないから、開けちゃうとと思って、とりあえずこれがもうすぐなくなりそうなので、なくなったら違うの使ってみようかなって思ってます。クリームはこの YSL のピュアショッツを結構夏以外は使ってるかな。で夏はこのファブズのこのクリームか、ちょっと乾燥してるかも、クーラーでとかいう時はこのクリームで、あ、なんか今日結構しっとりしてんなって時はこのソフィスタンスの乳液を使ってます。今日は結構もうしっとりしてるので、乳液 2プッシュぐらい、もうほんと軽く蓋するぐらいのイメージで、はい、こんな感じでスキンケアは終了です。こんな感じで髪の毛気になるけど、これお肌が保護されましたはい、そんな感じで、パジャマに着替えて、この下のパンツはインティミッシミで、上はあの F is for Fendi っていうフェンディのパーティーで、上海かな、これ香港か、香港で DJ した時に、いただいたスタッフティーみたいなやつがパジャマになってますが、はい、そんな感じで今日は長い一日だったんですけど、ゲットランデリ、最後まで自分を追い詰めてゲットアンレディウィズミーを撮ってみました。まあ夜のスキンケアという感じなんだけど、またいろいろ撮っていきたいので、あとそう、ルームツアーのリクエストがすごく来てて、とりあえず、まあ、衣装部屋はやったから、あとベッドルームとリビングだけなんだけど、残ってるのはまあ近々リビングの、あのルームツアーでもやろうかなって思ってるので、もうちょっとお待ちください。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねと、ぜひコメントもお待ちしてます。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。